盗賊は、三島幸男の最初の長編小説、全六章からなる。恋する相手に捨てられ、傷つき、自殺を決心した男と女が出会う物語。失恋の苦悩と新たな出会いから、互いの胸の中の幻影を育て合う悲劇的な結末までを人工的で聖地微妙なタッチで描いたロマネスクな心理小説である。文体や、信玄の多様などに、レモンなディの ドルジェル博の舞踏会の影響が見られる作品である。東京帝国大学法学部在学中から大倉省在職時代にかけて書かれたもので、三島自身が第四の諸女作、長編の諸女作と呼んでいる作品である。1947年から翌年にわたり、以下のように各章が断続的に別々の雑誌に掲載される形で書き継がれた。なお、気質は、 前年1946年の正月である。以上の章に書き下ろしの第6章、実行、短期大断円を加えて、1948年11月20日に単行本、盗賊が新仰者より刊行された。書室と単行本では若干の移動がある。文庫版は1954年4月30日に新潮文庫より刊行された。なお、 一次完成を諦め、第一章の主要部分だけを短編、序章と題して発表していた。この序章は1948年12月1日に鎌倉文庫より観光の夜の支度に収録された。翻訳版は中国で行われている。第一章物語の発端、第二章決心とその不思議な効果第三章出会い第四章。 周到な共謀第五章周到な共謀第六章実行短期大断言盗賊は三島幸夫が戦争末期に親しくしていた三谷邦子との別離の痛手や妹三子の死など当時の三党の荒廃した精神状態が執筆動機となっている。なお三島が知人に送った手紙の中で彼女のことを書かないでいたら生きていられなかったと書き綴り 自作長編、仮面の告白のヒロイン、その子になるのが三谷邦子である。盗賊は三島にとって初の長編小説で執筆中、三島は何度も開校を重ね、その過程でたびたび川端康成に原稿を見てもらい苦労して書き上げた。この時期は川端が最も親身となって三島の面倒を見ていた頃で、力添えを惜しまず、三島の才能に期待をかけていた。 また、三島は、約7年後、この当時の自分のことを、最も死の近くにいたと振り返っている。三島は、世界的な大傑作を書くつもりでいた、盗賊について、私は、ラディゲの向こうを張りたいと思っていたが、うまくはいかなかったとし、その無残な結果は、今、私の目前にある。私はこれを読み返す。そしてその頃の知心を少しも恥じようとは思わないとも、述べている。 時代設定などは以下のように語っている。終戦直後の混乱した社会を避けて一定の心理の実験ができるだけ外的な条件に左右されずに可能であるようなそういう無職の背景を1930年代の家族社会に求めたのはこの種の方法に至るまでラディゲのドルジェル博の模倣であったと言える。しかし劇場つた作品には正直に 作者のそれまで受けたあらゆる文学的影響が何の脈絡もなく雑然と露呈されている。読者はおよそ反対概念であるフランス心理小説と毒オツロマン派小説との奇妙な根拠に驚くであろう。最初の長編小説の終作というものは技量をともはないゴリ夢中の冒険旅行である。三島由紀夫、後書き、盗賊創作ノートにおいては 平和な時代に固くした物語で戦争と乱世の心理を描く意図があったことも記されている。例共産党には時代意識がない。例人々はまたしても責めるだらう。僕の作為には時代の苛烈さが何もないと。しかし評価はもう少し軽眼であるべきだ。全く平和な時代に固くしたこの物語で僕はまざまざと戦争と乱世の心理を描くことに。 芸術的な喜びを感じている。戦争時と戦後の真理のそのすべての比喩を読む人は、ここに読むはずだ。例僕が、真珠物をデカダンスとしてでなく、諸カウトする気持ちにはこの根拠がある。原読記の近松再郭の発裸たる悲劇の精神に、僕は最も大きな共鳴を感じて書いた。三島由紀を、盗賊創作ノートまた、この作品を、 第四の書上作と呼び、自身の作品中で、最も不完全なもので、永遠に完成を見る見込みがないもの、才能瓦のような小説だとしている。なお、作中の S 高原は、志賀高原を舞台モデルにしており、1944年に、学習院の同級生の三谷慎、大岡忠介と一緒に卒業旅行に行った時の、経験が生かされている。 盗賊は発表当時にほとんど反響がなかった作品で敗戦直後の乱世の時代には単位のないお話の人工的な物語としか見なされずに定評であった。個別作品論もほとんどない傾向にあり包括的な作家論の一端として言及される場合が多い。武田大順は三島の辞表の言葉を受け、決して無残な結果ではないとそれを否定しつつ、 自信などという単語と、これほど無縁な作品はないとして、小説技術である、作家が自己の精神を吟味し表現する操作に関して、豊富な手がかりを提出している点では、仮面の告白より大切な長編だとも言えると、考察している。そして、盗賊は、やや神経過敏のため、肉色が青ざめた嫌いがあるとし、論理、説明、主張、定句、最地である、 骨があらわとなっているため、骨をあらわに示さずに、肉付きだけでよく骨格を知らせるような、ツルゲーネフの初恋の域には至っていないが、骨なし小説の多すぎる日本にあっては、多少骨のきしみが耳障りでも、三島氏の長編の骨格の正しさを尊重し、専用したいと評している。磯田孝一は、戦後直後の三党の中に、青年期の異性に対する喪失感と世代に、 内包されていた喪失感とが交錯していたとし、金閣と共に滅びうるという幸福がなくなった。戦後の三島にとって、盗賊の主人公たちは、三島の思い描いた理想の生の景色であり、過ぎ去った愛と死との共演を人工的に構築しようとした作品だと解説している。そして、磯田は盗賊の創作自体が、エゴイズム、ヒューマニズムの旗印を押し立てた。 戦後の進歩主義思想に対する逆説に満ちた凶悪な復讐行為であり、エゴイズムを抹殺する楽しさを描いた作品だとして、戦後の進歩主義思想の根底にあった有効性の観念への果敢な挑戦だと考察している。川端康成は、三島が最初の長編小説で、恋人が結婚のその日に侵入するという心理に陥り、その作品を盗賊と名付けた。 創作意図に触れつつ、自殺する二人が盗み去ったものは、すべて架空であり、あるいはすべて真実である落とし、以下のように語っている。私は、三島君の創生の最下が眩しくもあり、痛ましくもある。三島君の新しさは、容易には理解されない。三島君自身にも、容易には理解しにくいのかもしれぬ。三島君は、自分の作品によって、 何の傷も負はないかのように見る人も洗う。しかし、三島くんの数々の深い傷から作品が出ていると見る人も洗う。この冷たさ、うな毒は決して人に飲ませるものではないような強さもある。この脆そうな増加は、成果の図を編み合わせたような生々しさもある。川端康成、ジョマタ、川端は、三島の作家としての将来について、人生を確実にし、古典と、 近代、虚空の花と内心の悩みとを結実するよう、かねて望んでいると述べながら、盗賊のように青春の神秘と人を、真理の構図に盗み切ろうとする試みも、三島くんの歩みには、必然の嘆きの呼吸で洗うかと表している。なお、これらの川端の表現は、三島の中に、半歩間違えば、あちらの世界へ行ってしまうようなものを、川端が直感し、脆そうな造花は、三島を、 生につなげる細い細い糸と見ていたと松本徹は解説している。この川端の文章はその後の三島の作家活動や運命を暗示していたものとして三島の死後数多くの三島論で引用されている。ありがとうございます。